アジアは、ユーラシアの東部と中部であり、この地域にはおよそ50カ国が存在する。この地域の面積は、大陸の他に島諸部も含めると、およそ4969万4700平方キロメートルである。アジアは、スエズ地峡でアフリカと接し、ウラル山脈付近を境界にヨーロッパと接する。アジアの国々中世ヨーロッパ人は、 アジアがヨーロッパとは別の独立した大陸であると考えていた。ヨーロッパ人が抱いた旧世界の三大陸という概念の起源は古代中近東に遡ることができる。アジアとアフリカはスエズ地境と航海を境に区分される。アジアとヨーロッパの境界はダーダネルス海峡、マルマラ海、ボスポラス海峡、黒海、コーカサス山脈、カスピ海。 ウラル川からその水源地帯、ウラル山脈から、ロシアから近郊の空海であると考えられてきた。しかし、アジアとアフリカの研究が進むと、この定義はやや時代遅れとなり、ことにアジアは、現代の地球科学に基づく分類を適用すると、南アジアや東アジアなど、複数のアタ陸に細分化し得る。地質学者や地球科学系の地理学者はもはや、 アジアとヨーロッパを別個の大陸とみなしてはいない。地質学的陸地とテクトニックプレートのそれぞれの視点からこのアジアとヨーロッパという概念を定義することができる。前者の視点ではヨーロッパはユーラシアまたはアフリカユーラシア大陸の西側に突き出した半島である。後者の視点ではヨーロッパとアジアはユーラシアプレートの一部でありそこからアラビアプレートや インドプレートは除外する。人文地理学においては二つの考え方が存在する。その一つは、歴史上長く続いた分類に従って、ヨーロッパとアジアを別の大陸として扱い、アジアを東アジア、南アジア、中東に分類して研究する。別の学派では、大陸という語をヨーロッパに適用して、地理学用語として扱い、地域という語を、 アジアの地理を記述する際に用いる。言語学的観点では、大陸という語が意味するのはそれ自体が独立した広大な陸地であるため、混乱を避ける目的で、大陸から地域への言い換えが徐々に一般化している。アジアンやアジアという語をめぐる解釈で、ヨーロッパ諸言語には混乱が生じている。 その理由はこのカテゴリー内の事物の均一性が担保されていないからで、具体的にはアジアンという語、アジアという語で定義される地域のすべての人間を対象にせず、アジアの特定の地域出身の人間集団という意味で使うことが多いからである。例えばアメリカ英語でアジアンといえば東アジア出身者の意味だが、イギリス英語でアジアンといえば 南アジア出身者を指すので混乱が生じる。時には、アジアが何であるのかはっきりしない場合さえある。定義の仕方によっては、トルコや中東、ロシアが除外されることもある。この後はまた、アジア太平洋一帯を指すこともあり、この場合は、中東、ロシアは除外されてオーストララシア、または、オセアニアに分類されると見られる。太平洋の当初が含まれる。 アジアはインドア大陸、アラビア大陸、シベリアの北アメリカプレートの一部をも含む。また、アジアという概念が大多数のアジア人とは無縁の地域で形成されたものであることは、当のアジアではあまり関心を呼ばないらしい。詳細は、EN、トランスコンチネンタルネーションカントリーズインボース、アジアヨーロッパを参照。 関連項目この大陸の平均海抜は950メートルであり、世界で最も高い。高原と山岳地帯がアジアを南東イコール北西方向に横断し、チベット高原で陸地は最も高く盛り上がりここから世界最高峰群が連なるヒマラヤ山脈が立ち上がる。北西には平野が広がり、南には地理学的には異質であるアラビア半島。 インドは大陸、マレー半島が横たわる。大陸の南東には、たくさんの島が散在する。大陸本土の他に、アジアには、たくさんの島があり、その中には、面積では、世界最大級のボルネオ島やスマトラ島、また大人口を抱えるジャワ島や日本の本州がある。その他有名な島としては、インドネシアのバリ島、マドゥラ島、 スラウェシ島、日本の北海道、四国、九州、沖縄島、インドのアンダマン諸島、ニコバル諸島、フィリピンのルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島、タイのパンガン島、サムイ島のほか、スリランカ島、シンガポール島、モルディーブ諸島、香港島、サハリン島がある。アジア諸国のうち、インドネシアブルネー東チモールシンガポール、日本、フィリピン、台湾、 スリランカモルジブキプロスは大陸に領土を持たない当初国家である。アジアの島についてはアジアの島一覧を参照。アジア大陸の極点衛星写真で見るアジアすでに述べたようにアジアはユーラシアの一地域である。これ以下の分類については北ユーラシアと中央ユーラシアを参照。アジア数カ国の領土はアジア以外の地域にもまたがる。 アジアとヨーロッパ、アジアとアフリカ、アジアとオセアニアにまたがる国については EN、バイコンチネンタルカントリーを参照。これまでアジアは次の各地域に小分類されてきた。この後の主要についてはまだ十分な合意が成立していない。通常中央アジアに含まれるのは次の各国である。中央アジアは目下地政学的に注目されているが、 その理由は一石油パイプラインをめぐる国際紛争にナゴルのカラバフ問題、サンチェチェン問題、四アメリカ軍、イギリス軍のアフガニスタン中流問題である。この地域に含まれるのは以下の諸国である。地理学者がこの語を用いることは滅多にないが、シベリアと呼ばれるロシア連邦のアジア側の地域を指す。カザフスタンやモンゴルなどの北部を含むこともある。 時には、政治的な意味合いではなく、北ユーラシアという呼び方で、旧ソビエト連邦全域を指すことがある。南アジアはインドアタイ陸をも指す。ここに属するのは次の通り。この地域には、マレー半島、インドシナ諸国、インド洋上の当初、太平洋上の当初が含まれるが、具体的には、以下の通り。マレーシアは、南シナ海により、東西に分断され、 大陸と島に領土がまたがる。欧米では、中東という呼び方をすることが多い。ただし、中東という場合は解釈の仕方により北アフリカの数カ国を含むことがある。西南アジアに含まれるのは次の通り。湾岸諸国も参照。文句、k 営フリーツ。Y. リクソディハルジョリレー。G. ザエコロジー・オブ・ヌサ・テンガラ・マルク。香港。 ペリプレスエディションズリミテッド、P ページ7、ISBN 9625930760、AB 香港とマカオは中華人民共和国の特別行政区である。AB インドネシアと東ティモールは、東南アジアとオセアニアにまたがる国家と見られる。ありがとうございます。